清高宗継皇后は、真の賢竜帝の二番目の皇后、次皇后ならしとも言う。新志向で実践はカラス、ラツナヘシャゲと記載されているが、近年、輝き起こりのヘシャゲ説が浮上している。満州、相和田の出身で寝ルブの娘、賢竜帝より七歳年下であった。陽生十一年、法神皇の広司歴に嫁ぎ、側福進むとなった。2年、 勘気に封ぜられた。建隆十年、勘気比に進む封された。建隆十三年に、建隆帝の最初の皇后である皇権順皇后が亡くなると皇帝となり、建隆十五年に皇后に建てられた。これには、建隆帝の母の高志啓皇太后の強い意向が働いていたという。建隆十七年に十字男英を、建隆十八年に五条、建隆二十年に、 富尾英を出産するが、そのうち英だけが成人した。建立三十年、建立帝の江南巡行の際、帝の怒りを買って、直接北京に送り返される。一説には、当時の満州人としては近畿であった断髪をした、ことが皇帝及び皇太后への図書とみなされたという。帰京後の奈良市は、廃校の詔書こそ下されなかったが、事実上皇后位を廃された。 建立31年、死去した。後方であったが葬儀は、後期妃の格式で取り行われ、建立帝の広史料には、そうされず、墨江後期妃の園根に,に、不葬され、死亡もつけられていない。唯一の子である英、も、建立帝の長愛を失い、直君のみならず親王、または、軍王という身位を一切与えられなかった。新志向王、ありがとうございます。